前回のブログではね、ミロスと似たんですけど、フェリーに乗ってサントリーニ島に帰ってきました。サントリーニのね、あの北にあるイアっていう町にあのホテル取ってるんですけど、あの運転手さんが迎えに来てくれたんで、それに乗って、イアの方に向かいたいと思います。ディスポーティスホロー、あ、ホロー、いや入る。うちらこの青のドームすぐ近くやホテル。ここや。うわ。ドライバーさんがうちらの部屋に荷物を運んでくれてる途中なんですけど、もうこの景色がすごいなこれ。これや。あそこや部屋。Really nice. Wow. すごい。階段を上るとベッドがあるっていう。こんなでかいサイズ。Is this like a cave before? Yes. Yes. Ah. It's caves. Wow. Wow. That's my dream came true. Oh my god. No, 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 no. Thank you very much. Thank you very much. Bye.あーすごい涼しい、クーラー効いてて、あーナイスです。ウェルカムワイン準備してるけど、どうですか？一杯いっちゃいますか。じゃじゃーん、シャンパンさっき発見したんだよな。てか、あれさ、行こうか、サクッと最初は、okay. うん、腹満たしてからイヤを観光始めていきたいと思います。今ちょっと人がいてないのはみんな外に出かけたのかな、ツアーとか。わあこんな感じね。ナイス。あそこ、あのサンセット見るとこかな。やば、撮れる。あっちでもらおう。セラバン、こっちやね、この階段来たやと思う。わー、ここ滑るから気をつけて。滑る、転ぶよ多分。さっき途中でね、カメラの電源が切れてね、食事してるところ撮れなかったんですけど、そうね、崖のね下のなんかフィッシャーマンズポートっていうのかな、漁師の、港町風の感じのちょっとレストランが並んでて、そうそうそう、スカンビのお刺身美味しかったね。美味しかったね。メニューなかったんですけど、愛ちゃんが頼んでくれてな。あ、やった、美味しかった。そしたらで今ちょっとホテルに帰ってプールに入ったりなんかして、サンセットが8時っていうことなんで、どこから見たらいいのかちょっと今よく分かってないんですけど、あっちの方行ってみよう、見えるかな。なんかもう雰囲気すごい出てきたね。ね、もう空がね、もう焼けるような感じでグラデーションになりかけてて、するかなこれ。あと30分で沈むんで急ごうと思います。こっちかな、なんかポストのオフィスのちょっと暗ったところにあったからさっき。
Hello. Aw, Papa. さあ、急ぎましょう、先。おっとっと。もう人がいっぱいいるもん、あそこやわ。うわー、太陽が。なんか久しぶり見るな、こんな大きい太陽も。こっち下がる？なんか人いっぱいいる。最後が、うん、うちのホテルからね、ちょうど見えないんですよね、崖があって。うん、なんでサンライズは見えそう。そうね、一説によると世界一美しい夕日が見れるっていうことでサントリーで有名らしいんで、そうほんまかいなっていうところ。拍手はもうちょっと一部で覚えてたけど、それぐらい幻想的というか綺麗だね。明日は違うところでね、ね、明日ちょっと教会をバックに鉛筆取ってみたいね、うん、スポーツ探さんと、うん、でね、こっからもう多分あの日が沈んでからあの街に明かりがつき始めるんで、その夜景なんかもちょっとスポット探してみたいかなと思います。この通り気に入ったみたいな。かわいいね。かわいいよね。どっち？こっちかこっちか。ああこれかわいいね。なんかミニチュア。こっちよりも結構活気があるね。ね。なんかレストランとかちょっとノーズを。明日どこに行くかな。あの深田ノーズ結構信用できるんで。ピロ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 。あと昼間とね夜もね、あミロスもそうだったんですけど全然顔が変わってね。なあ、すごいね人が。こういう階段とか結構ね僕好きなんですよ。ショップもな12時ぐらいまで開いてるのかね夜の。うん、結構遅くまでやってるんで。なんかねさっき一瞬ホテルに帰った時も思ったんですけど。なかなかこういうとこ世界でもないかも。あいちゃんがスピーチレスって言ってたけど、ずっと見てたいって感じなあ。ああドクターフィッシュやりたいな。ドクターフィッシュいくらワイドやるんかい。 OK go ahead。 隠す誰か違う。わあ。わーいどうティコティコどう？綺麗だった、うん、いや結構広いな。フィラ行かなくてもいいかも。あフィラな。いやで賄えそう。まあフィラ行く理由ないかも。あなんかいいスポット見つけてるやん。まだまださっきと同じような夜景が続いてて、歩いて端から始まったら結構30分ぐらい、ね、30分やへんか。でも結構かかるよね。うわ綺麗綺麗な、まあ、宝石箱やな。怖い音。あれからご飯ちょっと食べて帰ってきました。風ないよ。風ないな。ちょうどこの湾のくぼみ耳になってるところでね、風が遮られてて、あライトが光っててすっごい綺麗、ね、あ、こっちか。あ、ごめん間違えた。人の家行くとこやった。何回でも写真撮りたくなるな、こっからの眺めも最高です。むちゃくちゃ綺麗。このライトも青使ってるから夜も白と青のコントラストが楽しめるっていう。昼も白と青で夜も白と、うん、こっちもいいかな。アイスランド旅行してから1回も休暇取ってなかったんで、まあ、そのご褒美として来れて
まあ、こんな素敵な時間が過ごせて最高というか、うん、なんか頑張った甲斐があったかなっていう、もう言葉にならないですね、すごい綺麗で、もうなんかずっとこの景色を見てられるっていうか、こっち側も、ね、こうやってホテルがいっぱいあって、うん、若い時には味わえないような、なんか大人のって言ったらちょっとあれなんですけど、なんかそういうなんか優越感みたいなのありますね、ここに来たら。明日は1日、フリーなんでのんびり過ごして、まあ、イアのいいところをもっと、紹介できればなと思います。ではそれではまた、次回のブログでお会いしましょう。バイバーイ。